はい皆さんこんにちは非常識な経営コンサルタント高橋貴子です本日のテーマは「病で決断できる人は運気が爆上がりビジネスチャンスを10倍生かす思考法」についてお伝えしていきたいと思います、えー、よくですね決断のスピードの速さっていうことをテーマに私お話ししてお伝えすることとか多いんですけれども その中で,です、ね、特にあのビジネスチャンスというシーンにおいて病で,、ねまあ、で決断するということが、まあ、どれだけそれを逃がさないのかというようなお話をです、ね、実例も含めてあの今日はお伝えしていきたいなというふうふに思っています。これを聞いたときに自分ならどうするかなとか私ならこうするかも。 っっていうものをちょっと一緒に考えながらですね聞いていただけるとあの病で決断できる人の思考っていうのがどういう状態なのかっていうのが分かっていただけるんじゃないかと思いますでは本題に入りたいと思いますこの「病で決断できる」っていう話はですね実はあの私のサックスの先生とですね うーんこの間んだろうな、えー、録音をしてた時新しいミュージックビデオを作るので録音してた時にちょっと休憩タイムの、ね、雑談タイムがあったんですよでその時に、えー、例えば何か物事をね決める時とかにものすごくこう私がですねはっきりこれはこれこちらはこちらみたいなのをすごいこう明確に。 早く決めているっていうことがまあ話題になってでその先生もですね最近、えー、っと出会った方でものすごくやはり仕事ができる方の決断の速さっていうものを目の当たりにしてみて成功している人とかうまくいってる人っていうのは皆さん決断が早いんだなっていうふうに感じましたっていうことを言われた時にあ ここういううういいシーンではこう考えますねっていう話をしたんですよ。で、例えばじゃあなぜ病で決めているのかっていうとあの自分が決めた道は全て正しいという <laughs>、まあ、ある意味人によってはそれを自己肯定感っていう言葉で表すのかもしれないんですけれども迷う人っていうのは例えば A と B があった時に A を選んだら いまいちだった時に B をあの時選べばよかったんじゃないかっていう後悔をしたくないから多分迷ったりするんですよね、おそらく。でじゃあ例えば B を選んだとしてちょっとうまくいかなかったりとか今一つだった時に A を選んでおけばよかったなっていう後悔が出るこの後悔が嫌だと思うと迷いが多分出るんですよね、おそらく。まあ あのね、こちらあのお話をね聞いてくださってる方とかもそういう方多いんじゃないかと思うんですよね。A を選んだ時に「あ,あの時あの決断のタイミングで B 選べば」って思うかもしれないと思うと A なのか B なのかっていうのが決めきれないっていう方もね結構多いと思うんですよ。で私の場合にはじゃあなぜ決められるのかっていうことは。 その時に自分が感じた感情思いでこれだって思う方を選ぶっていう気持ちが動いいたものをを選ぶととうこルルールにしてます気持ちが動くっていうことはそれが、えー、と例えば金額的に高いとか、えー、日程的に、まあ、どうしてもダメな場合ありますよ他の方のお約束がね。 どうしても入っていてダメな場合には仕方がないんですけれどもそうでない限りにおいて行きたいっていうふうに思ったらもう予約を入れるのが先みたいな動き方ができるので秒で決断するこ,これ例えばうんそうですね何か自分がどうしても行きたかったコンサート趣味の方だったらあとはどうしても行きたかったセミナー とかなかなか日本に来日しないような海外のね有名なアーティストなかなか日本に来日しないような一度は会って話を聞いてみたかっためちゃくちゃ有名なセミナー講師とかいた時に、まあ、その時の一期一会の瞬間しか予約が取れないわけじゃないですかそういう場合ってそしたらそこにもしもカレンダー上何も予定が入ってなくてぽっかり空いてたら とりあえず申し込むはここ行きたいやりたいとか思ったらとりあえず申し込むで後でゆっくりこの日はどう,どういうふうに動く日だっていうのを考えてみるとか、まあ、そんな感じですね一応一通りねザーっと読みますけどで場合によっては調整をしなくてはいけない時に席、えー、数が少ないような時に 決めてる間になくなっちゃうかもしれななないんですよねでなくなる喪失感の方が辛いんですよだったら、えー、とキャンセルチャージがどれぐらいの金額かにもよるんですけれどもうんそれがものすごく私にとって人生上とか仕事上においてとても大事なことだったら最悪全額キャンセルチャージを払うことになっても席を抑えることの方に 意識を全振りします。はい。だから病で決めることができるんですよね「行,く行きたい行く」まず入れるそして考えるみたいな感じ、まあ、もしかしたらですね人によってはそんなギャンブルみたいなこととかやってるといくらお金があっても足りないよとかそんな感情で感とか感情で動いてしまっていると事業とかうまく成り立たないよ でいう方も、まあ、一方でいらっしゃると思いますし、まあ、それはごももっっともだとだ思ってるんですよ考え方もいろいろあるしであの私が割と気軽にそれをやることができるのがあの一人でで動いてるからなんですあの会社の、例えばもちろん代表ではあるんですけれどもあのプロジェクトごとに私は人と組んでプロジェクトを仕上げていくというやり方をとっているので身軽なんですよね。 でこれが社員が下にいて雇っていて路頭に迷わせるわけにはいかないというふうになると好きなように判断ができないんですよね、感情で。それがやっぱり私にとってはちょっと重たいなと思うので今のこう身軽な体制で自分の感情でビジネスを決めるということをやっている、まあ、だから感情が優先されるイメージで動いているんですよね。 でこれは案外、女性の方のビジネスの組み方としては相性がいいやり方なんじゃないかなと思っていてまず、その前提においてはですね自分が決めたものは全て正しいというまずこのベースがある必要がありますそして、えー、失うものを恐れないということですねそれがお金かもしれないお金が一番皆さんにとっては恐れでしょうかねそういう決断をするシーンにおいては。 お金よりもチャンスと感情の方を私は優先しているのであのそこには後悔がない状態でやってますでこれができるようになると例えばものすごい、えー、自分が尊敬している大物の方から、えー、例えば一緒に、えー「じゃあちょっと今度登壇セミナーコラボやりましょう」って言われたらもう一も二もなく「はい喜んで」っていう。 答えしかないんですよ <laughs> あそ,そこでいや,、ね、やっぱり実力不足だとかって思ってしまうとずれちゃうんですよねそこのチャンスとタイミングがもうその時にはね言ってからどうにかしようって思えばいいわけなんですよで同じように、えー、例えば、えー、っとそうですねクライアントさんでいうか営業で回ってた時もそうだったんですが「高橋さん」って言って。 これできますかって言って取引先のね方とか言われた時にまずはねできますって言ってからどうにかする方法を後で考えるんですよだから全部を検証した上で、えー、できますっていう答えを言う間にタイムラグができちゃうじゃないですかでそうすると相手の方はじゃあできますって言ってくれればもう契約決めようかなぐらいに気持ちが温まっている時にちょっと社,社内に戻ってから 全部調整ししてからお答えします、まあ、あのサラリーマンとしてあるべき姿としてそれはそれで正しいのかもしれないんですけれどもある程度決済権限があってどうにかすればどうにかなるなっていうのが見えてる分においてはもう先にできますって言ってしまう方が早いし、まあ、なんならうんで,できそうもないかもしれないけど言ってしまったらみんながそこに動くかもしれないというみんなへの信頼。<laughs> もも含めてあの、OK、出ししちゃう時とかもあったりしますだからそうするとあんまりこう迷ったり考える必要がなくて自分の気持ちが OK と思ったらイエスとしか言わないので秒で決められるんですよね。と例えばそれがうんそうだなコンサル契約みたいなのを結ぶ時とか何かちょっと大きめなものとかを買う時にでも。 私の中でこれとこれとこれがクリアできたらもうそれは買おうっていうふうに決めてるものがあったとするじゃないですかで例えばそれを説明する時間が20分とかあったとしても、えー、っとその最初の3分ぐらいで私がもう3つ懸念事項で思ってるものが解消されるような答えをもらえてる時にはもうそのままあもうこれは契約だなと思いながら割とふわーっと聞いてる感じですね あの質問したいことはもちろんするんですけれどもこれがこれが OK ならもう決めるっていうのを決めちゃってるからあの割と早いですね決断が。うん、あとはあの例えば何かいいものを紹介本とかもそうなんですけどセミナー中とかに本とか紹介されてあこれ読んどいた方がいいなと思ったらあのまあ セミナーによってはスマホをいじっちゃいけないっていうセミナーだと無理なんですけど大丈夫だったらもうその場でアマゾン買いに行っちゃいますね。なぜならば後でそれを買うっていうのメモしとくとメモを読んでアマゾンまた見て買うっていう作業をしなくちゃいけないので忘れたらもうその本と出会うことがなかったりするんですよね。だからここれはのの講師の方 のお話も面白いしその方がいいって言ってるんだから買おうって言ったらもうその瞬間に買うっていう感じでやっています。で情報の取り方もそんな感じだし何か予約とかそういうものの取り方もそうあと、えー、こ,のこれをやるかやらないかっていう判断をする時に細かいことをぐちゃぐちゃあまり考えないんですよ私。 やりたいかやりたくないかだけでやりたいって決めればもうやるだけなのでやるやるっていう決断をするし人にそれを伝えなくてはいけない場合でもやりますっていうだけなので割と私の周りにいてうまくいってる方はでで決断すする方が非常に多いですだから病で決断することができるんだったら迷ってもう一回検討するっていう時間いらないじゃないですか。 だからもうやる前提で全てが進んでいくっていう感じですね。で同じようにこの考え方を使うと、えっ、ー、と未来のこともその場で決断できてしまうんですよね。はい。えっ、ー、とよくまあお話をするのは出版記念パーティーをやります。本の企画書まだ書いてません。通らないと記念パーティーってなんか名前がおかしいですよね。 通ってしかも書き終わってその日に本がないと出版記念パーティーっていうあれにならないじゃないですかだけど先に会場を抑えますその会場でやりたいというイメージがありそして本を 決めるんだみたいな感じでですね。<laughs> 決まるように努力する。要はそこに本があるっていう現実を手に入れるために、今できる未来をね、手に入れるために、今できる最大限のことを努力するっていう感じになるので、どうですかね、キャンセルチャージもかかるかもしれない会場を、数十万円とかね、かかるかもしれない会場を抑えることができますか、うん。ここは決意ですよね。 じゃあねその何社も例えば断られたとしても本をそこまでに出すんだと思ったらさらにもう何社とかもね回るかもしれないじゃないですか <laughs> そこにそうしたいっていうふうに思うのであればだからそのもちろんタイミングが悪ければ出せないかもしれないですけど出せなかった時にはあのごめんなさい出せなかった出版記念 セミナーにしちゃう予定なので <laughs> それはそれで前代未聞な感じで面白いですけどね本がない本が出せなかった出版記念セミナーみたいな。ただ頭の中にはねこういう本を書きたいんだっていう構想をしゃべってもいいかなとかねそういうまあ最悪の事態でもなんか笑いでどうにかなるとするするっていうふうに思えば、まあ、大概のことはどうにかなるなっていうふうに思ってます。なので、あので、ー、あ ね「チャンスの女神には前髪がない」っていう言葉もよく聞くんですけれどもあの本当に迷う熟慮じゃないんですよあの迷う次元の内容がリスクに対してそれをこう自分を信じていないから悪い方向を考えた時にやらない方がいいっていう決断を取りがちな方がね多いんですよよく迷う方って。 これあの一度いいから1週間ぐらいですね一度でいいのでねあの迷わないっていう <laughs> 1週間をやってみたらどうでしょうこれとこれってあったらもう感情が喜ぶ方これとか言っ,って選ぶみたいな感じであそれちょっと破産破産みたいになっちゃったらごめんなさいっていうか家を買うとかいう時にそれをね発動しちゃってっていうのもあったらねちょっとすいませんって感じですけどまあ あのそこは自己責任で試してほしいんですが、決断をするのが早いっていうことを体感すると、今までめちゃくちゃ遅くて決断できなかったのがなんでだったんだろうっていうふうにあの思うようになれると思います。私がクライアントさんとよく話していると、えっ、ー、となぜそれを今悩んでるのかがわからないっていうぐらいに。 あの環境も整っていてあとは決めて動くだけっていう状態になっているにもかかわらずマイナスの要素をあぶり出してどうしようか迷ってますっていうタイプの方もいらっしゃってもう、ま、マイナスの要素とかが仮にいっぱいあったとしてもやるって決めればマイナスを全部潰せばいいだけなので、まあ、よくねブルドーザータイプって言われますけれども。 壁があったらですねいや壁壊して <laughs> ブルゾーダーで鳴らせば平坦な道になるんですよそれぐらいな勢いでいけば、まあ、大概のことはね叶いますだってチャレンジすることにリスクって本当はないはずなんですものリスクがあるとすると死ぬ時ぐらいですよ、うん、それをしたら死んじゃうっていうことはちょっとやっぱ考えないといけないですけど 大抵日常の小さな決断で死ぬことはまずないと思ってますだからそこが私の一つの基準値なのでそれもあって病で決められるっていうのはあるんですよね決断が早いとくる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 いろんなことが回るようになっていろんな方とのご縁もあのもちろんつながっていきますでこの時に同じように決断ができるようになると,、えー、とこの人は付き合いたい この人は付き合いたくないっていうのもはっきりできますえ付き合いたいのはビジネスにすごく役立つから付き合いたいんじゃないんですよその人が好きだから人柄的に好きだから付き合うっていう私の場合にはすごくそこはわかりやすく明確に線引きがありますお金があってなんかこの人と付き合ってると得しそうみたいな感じでは 選ばないいいですね付き,たい付き合いたい人はもうそういう選び方はあの会社員の時に会社で強制的にさせられていたので私は自分の事業とか自分の日常においてはもう付き合いたい人とだけ付き合いたいっていう感じですねはい。 だからといって別にあのその好き嫌いを全面的にあからさまにしてるわけじゃないですよあの害,害がないっていう領域のグレーゾーンに置いてる人たちも別にいっぱいいるし向こうにとっても私がその激しすぎる状態だと自分がふんわり穏やかに過ごしたいのにこう巻き込まれそうで怖いわって言って遠巻きに見てる方もいらっしゃるのは知ってます。 でも人ってその生涯でで会えるる人数なんて他が知れてるんててれすよその中の一緒に触れ合う時間っていう時間はすごく貴重でそうするとやっぱり一緒にいたい人とかは自分にとって心地いい人と一緒にいる方がいいじゃないですかそれは徒党を組むとかっていうそういうことではなくてですねそのの空,空気感の中で その方とといいててるっていうことが時間自体が愛おしいと思えるような関係性でそこにいるのがいいなと思っているであので、まあ、下心っていうわけじゃないんですけどこの人と付き合うと得がありそうっていうような感覚で付き合うのは私は苦手です。いいいててそういう方がいらっっししゃるるのは知ってるし 逆に私ががそういうういい目線で見られて人が近寄って来られれてっててて人近っっ来ここともあることももああるります実際にあの自分は何者でもないや,やりたいようにやってるし、えー、助けてあげたい人を助けてあげたいと思ってやってるんですけれどもだんだん例えば本とかも何冊も何冊も出してくるとそういう意味で、ね、その利用しようかなっていうか。 宣伝力を使おうみたいな形で近寄ってくる方とかもいらっしゃいますけれどもねご自身は私に対して何も働きかけをしないのにお願いする時だけお願いしてくるタイプの方も実際にいらっしゃいますでそういう方はあの私あまり好きではないのでまあ,あのいい感じに距離を取ったりフェードアウトしたりとかするようにしていますけれどもねやはりあの 人付き合いもそうだからいや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 その場にいるとかいやいやしょうがなく誘われたからどうしても行かなきゃいけないからなんとかのパーティーに行くとかっていうのはほぼ選択肢にないですねいやいや行くんだとその時間と感情がもったいないしお金ももったいないから行きたいところだけに行きたいっていうふうに思ったりします。 こういうふうに考えるとあのすごく決断が、ね、シンプルになります。感情起点で考えるとつまりやりたいのかやりたくないのかっていうまず2択ですよねやりたいって決まったらもうやる,やるだけなので必要な行動計画を考えればいいだけなのでそこを絵もってして何かいろいろごちゃごちゃ考えるから時間がかかっちゃうので。 シンプルな思考でいく方が全てうまくいくというふうに思っておりますはい、それでは本日のまとめです秒で決断できる人は運気が爆上がりビジネスチャンスを10倍生かす思考法は秒で決断をすることそのポイントは、えー、まずは決めるそして動く感情からで OK という考え方でやっていただければというふうに思っております。それでは